託しておったのか。失礼しました。いえ。どうぞ、お召し替えは。マシか。わしはこれでいいよ。あら、そのままで。わしは農家屋のものとあるんで、役場の方へ行かなきゃいけない。じゃあ、いらっしゃる。まあ、お前ご案内して。それで行っておいてくれ。でも、せっかくおいでくださったのに、ご用事だなんて。父さんもご一緒にいらっしゃらないと、森山さんにお悪いわ。そんなことは、どうせお参りさせていただくんなら、新一さんのご命にでも来らればいいんですが、自分があってなった時に出し抜けに伺ったりして。いや、お忙しいは務めた。それで結構です。何しても遠いところをわざわざよく置いてくださった。新一も喜んでおりますわ。いいお友達を持って。兄のように本当によく面倒を見てくれました。早いもんだ。もう3年だ。あ、先日奥さんにお会いした時、ユージちゃんとても大きくなって、目つきなんか新一さんにそっくりでした。俺も若いのに子供を抱えて東京でよくやっててくれてる。みんなのためにまだ死なしたくなかった。親の口からこんなこと言うのはなんだが、あれもなかなかしっかりしたやつだったからな。今日までおってくれたら、今度の戦争にも何かきっと立派にお役に立っておったんだろうな。この戦争も知らずに知らしたことが、なんだか水にさしたような気がして、かわいそうでならないと。おじさん、NG なんてそんなことありませんよ。テストパイロットが試験飛行で死んだんです。それが今日の日本の飛行機発達にどのぐらい貢献してるか分かりません。新一さんの死は立派に意義があったんですから。分かっています。分かってはいるだけに、いや、これも年寄りの国元ですか。こんにちは。徳田さん、もう行きましたか。まだ。今東京からお客さんが見えましてな。お、東京の。どうかな。あ、わしは晩飯までは帰ってくるからな。お早くお帰りなってね。じゃあ行ってまいります。じゃあお願いします。お出かけですか。ちょっと失礼いたします。いや、お待たせしましたな。あ、田村さん、お客様なら今日の相談会は出ないけど。いや、いいんだよ。お客さんって言ったってうちのものになりだからな。さあ、福田君、行こうよ。そうですか。あの方ですか。亡くなった新一さんの親友。うん、そうなんだよ。あれの死んだ親父とわしとはな、商船勤めて同じ船に乗っちゃった時の無二の親友なんだ。あ、親子2代だな。そうですか。じゃあやっぱりあの方も新一さんと同じように飛行機の方。会社は同じだが、あれは自動車の方だったよ。立派な方ですね。よくできたやつだ。手柄以上のやつだよ。
何かあるんですか。今日はお重屋ですの。お重屋、何かご縁日。みんなお寺へ参家の人たちですわ。そうですか。去年は。去年は七夕できた。そうそう、そうだった。その前の時はあなたの誕生日だった。お宅の椿が真っ赤に咲いていたって。今年もほど真っ赤に咲きましたわ。その時おいでになるかと思ってました。来たかったな。でもそれがいつも貧乏暇なくてね。お宣告ください。はい、実践でございます。将来の幸福をお願いしておきました。ありがとうございます。あなたのおっしゃることですもの。兄はきっと聞いてくれると思いますわ。僕はこれから先新一さんの分まで働くことを誓いました。兄の分まで。ええ、いいお友達を持って兄はどんなに喜んでいるでしょう。いや、ずっともやらないじゃないか。いや、もうだいぶいただいてます。まだまだ新一だってとても飲んだしな。その仲間の君が飲めないっていう方はないよ。君の親父があれはあげるというやつだったかな。そうでしたね。でもそれが元です。そうだ、少し度が過ぎておったからな。あんなに飲んじゃいかんよ。あんなに飲んじゃいかんけれども、少しはいいさ。どうだ、一つキュッと開けてな。およ、まだ出んのかい。今度は何だい。大サービスだな。お口に合いますかどうか。いや、なに。あわあわに間違いだよ。ねえ君、こんなになんだかんだって出るのは当家始まって以来初めてだよ。なあ綾子。いやですわお父さん。いや本当、今夜哲夫君のためにうんちくを傾けて腕を振るったというわけだな。いやだわそんな。いや本当だ、結構だ結構だ。ところでだな、もう一本どうじゃ。え、今つけてありますの。うん、綾子さん本当に結構ですよ。これ以上いただいたら汽車に乗れなくなってしまいますから。あら、汽車って君帰るつもりか。ええ、おいとまして。いかんよ君、泊まってきたまえ。泊まってまだ間に合いますから、ご迷惑おかけしなくても。迷惑だなんて、うち来てそんな遠慮はいらないよ。泊まってあそらせの汽車に来たら。本当にせっかくおいでになったんですし。ええ、でも泊まってきたまえよ。自分の家に来たと思ってさ、久しぶりに自分の親父に会いに来たと思ってさ。ええ、わしはね、
君に会ってると君の死んだ親父に会ってるような気がするんだよ。また手金が帰ってきたような気がするんだな。彩香だってそうだ。兄が帰ってきたように思ってるんだよ。ねえ君、今夜泊まって明日の朝の記者に来てくれたわよ。お嬢さん、お待ちどうさま。どうぞ。じゃあ、お言葉に甘えて、ご学会になります。それがいいよ。今夜一つ、大いに語り高そうじゃないか。わしはね、いつ聞いても君から、新一の話を聞かされるのは一番嬉しいんだよ。じゃあ、おじさんは僕の親父の話を聞かせてください。するとも、おこれ、お釈せんか、お釈を。それ持ってってちょうだい。お帰りなさい。お帰りなさい。何でしたの？村長さんの話って、それがね、警防団の方の防衛長はわしにやれて言うんだよ。お父さんに、じゃあ余計忙しくなりますわね。忙しくなるのは構わないがな。辞退したよ。あら、どうして？村の組合のことをしてんのさえ、不適任だと思ってるのに、防衛長なんだなあさ。不適任だなんて、お父さんは戦地してらしたんですもの。防衛長なら適役ですわ。長は長でもまた違うよ。少し相談したいことがあるんだ。まあ終わり。まあ座り。何ですの？改まって。どうだ、お前お嫁に行かんか？お嫁に？行く気はないかい？突然にそんな、わかりませんわ。わからんことはないさ、自分のことじゃないか。だってわしはまあ、お前を片付けてしまうまでは心配で仕方がないんだよ。でも、私がお嫁になんか行ったら、あとお姉さんもゆうちゃんも東京ですし、お父さんお一人になってお寂しくなるでしょ。寂しくなんてそんなことはないさ。たとえ別々に詰まったからったって、わしに一人の息子が増えることになるじゃないか。それにまたその上孫だって増えるだろうしな。だけどそれ、防衛長の話と何か関係がありますの？それを断ったっていうのはな、お父さん実は船に乗ってみようと思うんだよ。船に？海でもう一度働きしてみたいんだ。だってお父さん定年でお船降りになったんでしょ。そうだ、そうだけれども今は違うさ。お父さんは定年だが、今は定年制など言ってる場合じゃないんだ。お前には断らなかったけれどもな、実はお父さん徴用を志願してあるんだよ。じゃあまたお乗りになる？そうなんだ。ことに大東亜戦争がこんなに戦艦拡大してきて、北はアルゲシャンか、南はオーストラリア、西はアフリカというように、この広い海上を守るということになると、物資の輸送ということは重大なことなのだ。どうだな、お父さんもう一働き海で最後のご奉公させてくれないか。ご奉公は結構ですけど、今の家に村のお仕事してることだって立派なご奉公じゃありませんか。それはそうだ、そうだけれどもな、ここはお父さんの生まれた故郷だ。またお父さんの忘れることのできない先祖の代々の土地なんだ。その土地の村の人たちからな、わしのようなものでもいろいろと用事があって使ってくれることはわしも本当にありがたいと思っておるんだが、しかし
お父さんにはそれ以上にだ。お父さんのこの長い経験というものが役立つ仕事があるんだ。でもお父さんはいくらお体が丈夫でもお年を取ってらっしゃるんですし。年なんか問題じゃないさ。体さえ丈夫だったらそれでいいじゃないか。なあ、役に立つとか立たないとかっていうのはそれは向こうで決めてくれる問題だ。まだまだ若い者なんかに負けられんからな。どうだな、お父さんもう一度海へ出してくれないか。お父さんはな、お前のことが一番心配になるんだよ。私のことだったら心配なさらなくても、お父さんが船にお乗りになるようでしたら私うちで一生懸命お留守を守りますわ。うん、まあ、それはそうでなってくんじゃ困るぞ。だけれどもな、お父さん今度海へ出るのは海を住み場所と思って出るんだよ。たとえお前の花嫁姿を見ることはできなくてもな、お父さんこの話だけははっきりと決めていきたいんだからな。でも私まだ結婚なんて。早かないよ。どうだな、お父さんに安心させてくれないか。そして心置きなくご奉公させてくれ。その安心がどれだけお父さんに近づけてくれるか知りゃしない。あ、わしにな、一切を任してくれよ。決してお前に悪いようには取り計らわんからな。ええ、そうか。お父さんのおよろしいように。うん、お父さんが立派な婿を決めてやるよ。いや、もうお前の相手としてこれはというものをちゃんと心に決めてあるんだよ。立派な青年だ。きっとお前を幸せにしてくれる。うん、そうだ、明日にも一つ東京行ってこよう。東京へ？うん、春子のところへだ。新一はいなくったって兄嫁だからな。お父さんの一存にも行くまいし、一応は相談してみなきゃだな。ええ、お前の気持ちだってよく知っておる。お前の婿ならわしには息子なんだ。死んだ新一以上の息子は欲しいからな。そうだな、行くとなりゃ孫にも何か土産を持ってかなきゃならない。何がいいだろうな。そうね、あ、さっき燃えてきたリンゴどうでしょう。うん、リンゴ、うん、それだ、それがいいな。それにしよう、それにしよう。までお迎えに出ましたのに。何、しかしどうも驚いたな、乗り物を込むのには。本当にこの頃はお疲れだったでしょう。お姉ちゃん、いつも元気で、おかげさまで。ダメよ、ゆうちゃん、そう、おじいちゃん嫌ですって。何、いいよ。嫌な子ね、余ったれて。あ、お風呂が沸いてますのよ。そうかい、それじゃあ早速もらおうかな。もう回るんだい。うん、よしよし。まあ。じゃあ、ねえ、やさん。はい。お風呂の支度ね。はい。お姉さん、これうちの畑でできたリンゴですの。まあ、すみません。いけません。まあ、いいじゃないか。あとで、お父さんにお上げしてからよ。まあねえな。まあ、お見事ですわね。それは空を飛ぶ不思議な船でした。野を越え山を越えどんどん飛んでいきました。まもなく向こうに立派なお城が見えてきました。
門を表閉めてね。はい。寝た？ええ。ちょっと。坊や。ご本読んでたらいつの間にか。そうか。お父さんからお話伺いましたわ。お話って何の？とぼけちゃいかんよ、とぼけちゃ。だってお父さんあなたを森山の哲夫さんのとこやりたいって。お姉さんも賛成だそうだ。私も遠から哲夫さんならと。あなただって哲夫さんなら嫌いじゃないでしょ。お父さんだってお前の気持ちは。父さん。ああ、よしよし、じゃあそうだ、明日にでも。そう、ちょうど日曜ですし。でも哲夫さんご迷惑じゃん。なん、迷惑なんてこうやって喜んでくれるよ。これでお父さんもやっとご安心ですわね。そうなんだよ、ユージのことについちゃな、あんたがついてるからわしも安心しておったんだ。あんたもよくやってくれておる。子供を抱えてなかなか並大抵じゃなかったろうな。わしも本当にすまないと思ってあるんだよ。そんなお父さんすまないだなんて、私ただ当たり前のことをしてるだけですのに。いや、その当たり前がさ、さぞ新一も喜んでおるだろう。もうこれでいつ重要な声をと思う存分ご奉公ができるんだ。いい花嫁になるだろうな。本当に綺麗な花嫁さんでしょうね。死んだお母さんだって新一だってさぞ喜ぶことだろうな。お、明日お前も一緒に来い。その方が話が早いから。でお父さん。そりゃお父さん、彩子さんにしてみればご当人の話なんですもん。お連れするのは無理ですわ。ああ、そうか。ねえ。お、じゃあこうしよう。お前は待ってることにしてな。明日一つお祝いだ。一本つけてもらおうかな。お酒？うん、たった一本でいいんだ。それがいらっしゃるのが分かってたら取っとくんでしたけど、あいにく昨日配給になりましたの。よそへお譲りしちゃいましたのよ。そりゃ残念だな。でもなんとかどっか隣組で分けていただけるうちがあるかもしれませんから。うん、それ一つ聞いてみてくれ。やっぱりあるものがないとどうもお祝いにはならんからな。こんにちは。まあ、どなたかと存じましたら。あ、さ、どうぞ。失礼いたします。突然にお邪魔に上がりましたよ。ようこそ。先日はいろいろお学会になりまして何をどうもお考えできませんでした。お土産をいただきましたよ、ヤマメの。ほう、それはどう。秋のあまりうまくないですけどもな。どうぞ煮浸しんでもして。もう結構なもの。いつおいでになりました。昨日綾子も一緒に参りました。ああ、それではご一緒にお連れになればよろしゅうございましたね。そちらでございますが、お母さんちょっと何か見てきますから、ね、あ、そうですね。あ、どうぞお構いなく。この間のあれまだあるんでしょ。ちょっと手に入ってウイスキーがあるんですよ。ではごゆっくりと。いや、そのウイスキーは改めて、また今日はちょっとうちの者と一緒にやることに支度させてありますから。でもせっかくおいでになったんでございますから。また改めましたの、実は今日ちょっとお願いがあってまいりましたよ。実は私があの子の子やってくる話じゃないのです。しかるべき人を立ってお願いすべきなんですがな、お宅とわしとの長い間の関係で
何も人を返せずともとこう思いましてな。哲夫君、あんたは今年確かちょうどでしたな。ええ、新一さんとは5つ違ってましたから。そうでしたな。どうです、もうぼつぼつ身を固めては。そうすれば死んだお父さんも安心しますし、わしも責任を果たせるような気がするんじゃ。どうだな、今年のうちに嫁を取っては。嫁を？お母さんだって孫の顔を早く見たいだろうし。どうですな、うちの綾子をもらってはいただけないでしょうか。綾子さんを？お嬢様。押し付けるようで誠に愛すまんだな。それで長い間のお付き合いもますます固まるということになりますし、ふつつかなやつですがな、あれで本当に気の優しい親孝行者なんですよ。わしはきっといい奥さんになると思うんですがな。おじさん、せっかくのご恋なんですが。お嬢様を私どものようなところへくださいますなんて、もったいないお話で。当たり前でございましたら、もう喜んでいただくのでございますけれど。それが実はいずれお話しようとは思ってたんですが、最近世話する人がありまして。結納を取り交わしましたようなわけで。そうでしたか。お嬢様をくださいますなんて、よくよく私ども親子をお目かけくだされてのありがたいお言葉でございますが。縁がなかったんですな。綾子さん、このお話ご存知なんでしょうか。そうでしたか。いや、お決まりになったならもうそれで。たまたま綾子を嫁と申しましたもんの、わしとすれば何も綾子でなくたっていいん。哲夫君にいい話があって奥さんをおもらえるなら、もうそれで結構おめでたい。いや、わしも安心しましたよ。まあお父さん以来のお付き合いとか、また年寄りのおせっかいからこんなことを申しましたが、どうぞまああしからず。何でしょうな、奥さんや哲夫君のお目がにかなった人なら、さらにいい娘さんに違いないですな。じゃまた改めまして、今度お祝いに上がらなきゃなりませんよ。では今度はどうぞごゆっくりと。はっ、おじさん、そこまでお送りしましょう。いや、構わないな、結構です。静江さん、どうぞ。焼き物を見てくれ。はい。また久しぶりでしたな、船長。
おままさん大きくなるでしょうな。うん、いたずら盛りでな。しかし高旦那もお気の毒でしたな。その後若奥様はおるよ、女学校行って。女学生で。冗談じゃないよ、教える方だよ。先生で、うん、そうでしょう。子供さんを抱えた女学生じゃ、お嫁さんに来た時には国民学校の生徒だ。あの、お勘定。1070銭いただきます。どうもありがとうございます。毎度ありがとうございます。どうぞ。かよちゃんはうちの親子と同い年か。あの、お嬢さんもう片付きに。いや、まだいるよ。まだお家に。しかしなんですよ、店長とか私のとこなんかと違って、お家はいいし、お嬢さんは綺麗で教育はあるし、思うところはやれますからな。いや、そうでもないさ。なあ、親父、子供は男の子に限るよ。まったく。と言って今さら私も男が欲しいなんて言ったって、男やままじゃどうにもなりませんからな。まあ仕方がないから、こいつにいい向こうでも見つけてやりゃ、私にもいい息子ができるわけですからな。守り当たりでまたどんないい向こうが来てくれないとも限りませんし。そうそう、案外自分の子だからっていい息子になるとは限りませんからね。まあ下手な注文品より既製品の方が安全ですからね。そうそう。店長、うちのありませんか。うん、いや、結構結構。結構ですか。船長、しばらくお会いしないうちに器量と昇天しましたね。冗談言ってな、年なんか取るものか。ただお決まりを一つだけだよ。どうですか、なんだか昔の神奈船長の面影ありませんぜ。そうやって静かにしょんぼりしてるとこなんだ。それに船の自分には何を出したって、これは甘いの辛いのって結構結構なんて言われた方、ただの一遍だってありませんでしたね。そんなにうるさかったかな。うるさいのなんのって、おかげで私はいい修行になりましたね。しかしお酒は強くなりましたね。ちっとも応援にならない。いや、酒はこれからだ。どうじゃ、酔ってもいいかな。そんな断らなくたって、ちょっと以前のように威勢よくやってくださいよ。どうも威勢が出ないと昔の船長の感じが出ませんよ。よし、酔っ払いますよ。あ、どうぞ、この息で一つ、うんとやってください。お父さん少し遅いだけど、途中で間違いでも。そうね、あれほど言ってたんだから。お父さん、ずいぶんお酔いになって。坊やはどうした、寝たか。危ない。お父さん。ねえお父さん、お苦しくありません。いや、何。綾子、水をくれ。
まで哲夫さんのところにいらしたの？いや、あれのところじゃないよ。道でね、偶然昔の仲間に会ってね。あやこ、水をくれ、水を。はい。お父さんに一切任せると言ったね。え、今だってお父さんに任してくれるな。お父さんはいつだってお前の幸せを願ってるの。分かってるな。お前にきっといいお婿さん見つけてやる。世の中は広いんだ。世間は広く考えなくてはいかないよ。いや、よしよし。お父さんきっといいお婿さん見つけてやる。お父さん、お風邪ひきますから。君さ、変だよ。何がよ。旦那さんぼんやりしちゃってさ、何かよくよくな心配事でも。どうも昨夜一人で帰ってきた時から変は変だと思ったよ。あんなお好きなおそばだってほら、その通り手もつきはしない。なるほど。まあそばのことは心配するな。わしがいただくで。いいのよ、おそばは私。お前さんはね、まだ何か残ってんのか。そば杖でもさ。ねえ、いけちゃった。遅くなったんです。裏っかいに間に合わなかった。なーに。彩子さんは？うん。ちょっと姉のところにおったかつって。もうこちらへお帰りにならないんでしょうか。いや、帰ってくるよ。四五日すれば。四五日、うん、何か彩子に？ちょっと。実は、夕べの裏っかいで若い者の収容会を作ろうってことになったんです。それで、婦人部の方の世話人を彩子さんにお願いしようってことになったんですか。うん、彩子に。しかし、こんなことお願いに上がっても無駄なんじゃないかと。無駄ってどうして。彩子さん、近々東京なんて。そんなことはありゃしませんよ。じゃあまだお家に。そんな片付くなんて。そうですか。じゃあお願いする彩子さん、世話人をやってくださるから。うん、きっと喜んでやりますよ。頭でも痛い？お薬あげましょうか。いいえ、何でもないの。ねえ、お姉さん、私明日にでも田舎へ帰ろうかと思う。なぜ？お父さん、お一人でお寂しいわ。私、あ
なたをまだ返したくないの。お父さんにあなたがそうして悲しんでる様子をお見せしたくないの。余計ご心配なさるわ。お帰りなさいまし。お客様をお見になっております。お客様？はあ、並木さんとおっしゃる。並木さん？はあ、女学校の卒業生の方だそうでございます。そう。彩子さん、上野行ったの？え、坊ちゃまと。まあ、静江さんだったの。突然お邪魔に上がりまして。ようこそ。お久しぶりね。先生、お帰りございません？おかげさまで。そうそう、この間の同窓会にお見えにならないんで、皆さんそうおっしゃってたわ。まあ、何をですの？ご婚約ができたんで、お忙しいんでしょうって。まあ、おめでとう。奥様。どうぞ。その、ご婚約のお方って、どういうお方ですの？山中製作所を務めております森山哲夫って技師ですの。山中製作所？はあ、お見合いして決まったんですけど、父も母も大変気に入って。結構ですわ。それにあなただって。ご交際してるうちに、あの方なら一生託せるって思いましたの。理想的なご婚約ですわ。今が一番お楽しい時ね。でも私お断りしようかと。まあ、どうしてね。先生、私よりもっと森山さんを頼ってらっしゃる方があるんです。あなたより？だってあなたはご婚約してらっしゃるんじゃないの？でも実は先生、森山さんが大変お世話になった方から、その方のお嬢さんをってお話があったんだそうですね。森山さんのお母様が何気なくおっしゃったんですけれど、私そのお嬢様のことをお聞きしてからっていうもの、とってもその方のことが気になって、私森山さんとお知り合いになってから半年足らずの間にこんなにお慕いする気持ちになったんですもの。古いお付き合いだというその方の失望はどんなだかよく分かるような気がするんです。いっそ私とのお約束を取り消していただこうかと。取り消すって？その方のために？はあ、森山さんのためにも。じゃああなたはどうなの？私ね、先生、私どうすればいいのか
自分で自分の気持ちが決まらないんですね。よくわかったわ。それで先生に相談にいらしたのね。よく来てくださったわね。じゃあ先生の言う通りに心をお決めになるつもり？ええ。じゃあ先生が断れと言えばご婚約をお断りになるつもり？先生のおっしゃる通りに。そう。森山さんって方を信じなきゃいけません。向こうをお断りになったそのお気持ちを信じなきゃいけません。それっていうのもあなたを望んでるからなのよ。でも。いいえ、世間では見合いというものをほんの形式のように思ってるけど、私はそうは思いませんわ。たとえ見合いは形式にしろ、お互いに愛情が生まれなければお話は決まらないわ。人間というものは自分の愛情に自信を持たなきゃ。そりゃ向こうの方にはお気の毒かもしれませんわ。でもそのために自分を卑下する必要はないのよ。森山さんの気持ちははっきりしてるじゃありませんか。信じなきゃダメね。そんなに哲夫さんのことが諦められない？あなたがどうしても諦められないって言うんならね、彩子さん、あなたが哲夫さんのとこ行けるようにお姉さんそうしてあげましょうか。どうしてそんなことお姉さんに？できるの。私がそうしようと思えばあなた哲夫さんのとこ行けんの。今日あなたのお留守に哲夫さんと婚約なさってる方が見えたの。うちへ？ええ、その方並木静江さんっていうの。私の女学校の教え子なのよ。静江さんは他に古くから親しく哲夫さんを知ってて、哲夫さんを望んでるんならその人のために婚約をお断りしてもいい。あなたのためにお断りしてもいいんですって。私のために？ええ、もちろん静江さんはあなただとは知らないで、あなたが私の妹だと知らないでうちへ相談に来てくれたの。静江さんはお見合いして交際していくうちにこの方なら一生を託せると思ったんですって。そのご自分の気持ちから察してあなたがどんなに失望してるかよく分かるような気がするんですって。静江さんはお気の毒だと思うあなたのために婚約を取り消した方がいいのかどうか私に教えてくれって言うの。どうしたらいいのか心が決まらないから決めてくれって言う。私が断れって言えば断るというの。お姉さん、なんておっしゃったの？私はもっと哲夫さんを信じて自分の愛情に自信を持たなきゃいけないって。じゃあ激励してあげたの？自分を卑下してまで他を気の毒がある必要はないって。お姉さん、
よく言ってあげてくださったわね。じゃああなたは頑張りっぱなだった。私喜んで。諦めてくれる？そんな優しい方がいれば哲夫さんは幸せです。静江さんって方になら喜んで。でもお姉さんだってあなたの悲しい気持ちよく分かってたの。いいえ、私こんないいお姉さんのそばにいて自分のことだけを考えて悲しんでたの恥ずかしくなりました。お姉さんすいませんでした。いいのよ、分かってくれれば。お父さん。あや子。お迎えにわざわざ。なに、散歩がてらだよ。ああ。疲れたろうな。いいえ。じゃあ車で行こうよ、車で。お父さん。歩きましょう。歩いて行きたいわ。じゃあお父さんカバン持とうよ。いいの、いいのよ。じゃあ上のその。大丈夫。お父さん安心したよ。安心？うん、何を？何をってお前案外元気だからさ。なかった。すまなかったな。東京連れてったばかりにとんだん嫌な思いさせちゃって。お父さん、そのことは私何とも思ってないんですから。みんな自転車ですわね。工場かしら。お前も自転車ぐらい乗らなくちゃいかんな。覚えられる？二、三回起こってな、いざでも気に向けばよ。二、三回？だよね。困ったかい、そば。今夜はダメ。ちっとも？お嬢さんの顔見たせいかね、急に元気になっちゃって余すどころか足りないくらい。そうか。今夜もてっきり残すと思った。それじゃあ晩飯加減するんじゃなかった。食いしん坊。聞いてていいちゃん。わしはいつ呼び出されて船に乗るかわからん。その時は
うちのことは一切福田君に頼んでいこうと思うんだ。次郎さんなら親切な方ですから、お任せになっても、うん、それは整理できるものは適当に整理してもらうんだ。他に心配なことはないけれども、やっぱりお父さん、お前のことばっかりが。私のことだったら心配なさらなくても。そうはいかんよ。それでなくたって今度のことでお父さんはな、お前には本当にすまなく思ってるんだよ。そんなこと。そのお前を一人っきり残しておく、心配するなって言ってくれたって、そればかりはと思う。お父さん、せっかくお船乗ると決心なすったのに、私のことなんかお心に残るようで、私一体どうすればいいんです。それでは帰って、私お父さんをお恨みしたくなります。じゃあお父さんいなくなったらお前一人でどうするつもりだ。私お願いがあるんです。お願い？お姉さんともよく相談してきたんです。お姉さんは賛成してくださって、お父さんに手紙でよく頼んであげる。なんだい、言ってかない。私、赤十字の救護看護婦に会いたいんです。救護看護婦？私、前にもお願いしたことありましたわね、女学校の時に。あの時はちょうどお兄さんが亡くなった時だったんで、お父さん賛成してくださいませんでしたけど、今度はどうしても自分の前からの望みを生かしていただきたいんです。お兄さんの分まで働きたいんです。生活のためじゃなく人のために働きたいんです。救護看護婦の仕事は女としてふさわしい生きがいのある仕事だと思います。うんと勉強して働いて、自分もまた鍛えられたいんです。それにお姉さんがお友達の赤十字の府長さんによく頼んでくださるってね。お父さん許していただけませんね。お父さん。いや、お父さん、もう何にも言わん。実はな、村長さんの方からお前を福田君のところへどうかという話があったんだが。次郎さんに？立派な青年だし、わしはいいと思ったんだが。お父さん、その話、OKになりましたの？いや、それは村長にはお前の気持ちを聞いた上で返事をすると言っておいたんだが。次郎さんは前から私に好意を持っててくださることは分かっておりました。私も女ですし、いずれは結婚しなければいけないと思っておりますけど、今結婚なんてこと。一度私は哲夫さんのところに行こうと思っていました。決してこんなことは未練がましく言ってるんじゃありません。いや、もうその気持ちはきれいに清算したつもりです。でもそれだからといって今すぐ他の方のとこ行くというような気持ちに。女はどんな場合にも愛情というか恋と言いますか、純真なそういった感情がなければお姫には行かれませんわ。それに私は今まで小さな自分の世界しか見ていませんでした。でも今度東京に行ったことによって、女に女としてのもっと大きな世界があるということをはっきり知りました。本当に目覚めたような気がします。生意気なこと言うようですけど、前にお父さんが生姜を捨てて大乗の教につけっておっしゃった言葉が分かってきたような気がしますの。お父さん、お前のことを心配しながらかえってお前に襲いられた。いいえ、お父さんは心配してくださる気持ちよく分かりますわ。本当にありがたいと思います。旦那様、役場の人は。ん？役場？ええ。いや、ご苦労さまでございました。役場の方へは明朝早速ご挨拶願いますか。いや、ご覧ください。お父さん、やっと来たよ、綾子。じ
重よね。じゃあ、いよいよ海ね。うん、やっとお父さんの望みかなんだ。おめでとうございます。しっかりお働きになってください。働くとも、私の今の気持ちだってお父さんが海いらっしゃる気持ちときっと同じですわ。うん、お前もしっかりやってくれ。お父さんも頑張るからな。ええ、お父さんに負けずに。競争か。ええ、ご用が終わったら沢副長さんのお部屋へお呼びです。はい。どうぞ。もうお姉さん、こちらいらっしゃい。は。おばちゃん、こんにちは。こんにちは。どう、学科大変でしょ。しっかりやってね。お姉さん、部長さんにはご親切にいろいろ。お姉さんからお礼申し上げてください。ええ、彩子さんみたいに真面目な方なら私本当にお世話のしがいがありますわ。まあそうですか。お姉さん、お父さんから何かお便り。ええ、お元気ですってあなたの様子知らせておいたわ。あ、そうそう、お父さんから写真を送ってくださったわ。ちょっと拝見。まあお立派ね。お父さんも私たちの写真が欲しいんですって。そう、お送りしますわ。今キャメラ持ってきたの。じゃあお姉さんが。でも一緒に撮りたいし、どなたかにお願いして。あ、沙織さんできる。まあ失礼ね、キャメラぐらいいじれなくて。じゃあ私撮ってあげるわ。そう。じゃあどこで。お庭。そうね。あら、これ変ね。どうやるの。あら、変なことないわよ。大丈夫。心細いわ。大丈夫よ。じゃあ。そう。非常に悪い、そうとしい人だって。どうだった結果。合格。合格。ねえや、はい、彩子さん試験受かったわ。まあおめでとうございます。おかげさまで。おばちゃん、今日はね、うんとごちそうだよ。何のごちそう。豆のご飯だよ。そう、きっと受かると思ってたから、もうちゃんとお祝いの支度しといたの。あずきのご飯です。すいません。お父さんに早速お知らせしなくちゃ。え、電報打ちましたわ。そう、お喜びになるわ。みんなお姉さんや部長さんのおかげで。うん、あなたの努力よ。これでやっと一人前の救護看護婦になれたわけね。それからね、お姉さん、卒業と同時に救護班の召集下段ですの。まあ召集。じゃあ出征するの。ええ、こんなに早く思いが叶うとは。いつ。4日ばかり猶予が。お母さんやお兄さんのお墓参りしてきますわ。そうね、女の身で戦地で働けるなんて羨ましいわ。立派に働いてきてくださいね。ええ、お父さんに負けないようにきっと立派に働いてきます。
よし何よりです。お父さんからも元気なお便りをいただきました。今朝もまた私のお世話した兵隊さんが傷入れて退院なさいまして、心からのお礼を言われ、喜び勇んで前線の現地へお帰りになるお姿を見送り、自分の任務の重大さをつくづく感じさせられました。まずは近況お知らせまで。退院なさる兵隊さんも嬉しいでしょうけど、彩子さんの気持ちどんなでしょう。看護のしがいがあって、本当に奥様たちお便りさせていただきますわ。ええ、出してあげて。一緒に出しましょう。ごめんください。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。奥様、福田さんが。まあそう。これはこれはご苦労様でございます。さあどうぞ。あ、どうぞ。失礼します。どうぞ。まあいつもいろいろご無理お願いしまして、本当にすみません。いいえ、今度農会の用事で農林省来たついでなんですから。そうなんですか。さあどうぞ。失礼します。早速ですけど、では、時代の草くりを。はあ、毎度どうも恐れ入ります。確かに、あの、徳田さんからお便りいただいてますけど、彩子さんもその後お元気で。ええ、ちょうど今、ハーキが参りました。ねえ、おハーキ持ってきてね。はい、どうぞ。これでございますの。は、今は南部派遣軍にいらっしゃるんで。ええ、最近そこへ。そうですか。実は彩子さんへと思ってコロガキを持ってきたんですが。まあコロガキを。ほんの少しで。ご面倒でしょうけど、慰問袋のついでに送りますわ。彩子さんの大好物、喜びますわきっと。今のはうまいですか、どうですか。あまり足を動かしちゃいけませんよ。は、すみませんでした。本当にさっぱりしました。昨夜はよくお休みなんだよね。ええ、そのせいか今朝はとても気分がいいんです。もう少しぐらいの散歩ならいいかもしれませんよ。グイン殿に話しておきますから。お願いします。お大事に。は、あ、徳良さん。徳良さん、お国信州だそうですね。ええ、室賀ですわ。そうですか。よく知ってますよ、あの辺は。自分は正田ですよ。まあ、同居。はあ、懐かしいわね。いいものあげましょう。郷里の知り合いから送ってもらったコロガキがありますから。コロガキ。そうですか。大好きなんですよ。私も。じゃあ、すぐ持ってきますから、郷里の皮味わってちょうだい。は、いただきます。患者終了、患者終了。
車、第二病棟、第二車、第三病棟。徳良君、両眼を洗浄してくれたまえ。はい。徳良君、早く消毒して。はい。ダメですよ、足を動かしちゃ。少しの辛抱ですぐ楽になりますからね。すみません、いろいろご迷惑かけて。水をください。え、勝手なことばかり言ってすみません。私に届いた水ですの。お前、内地の水久しぶりだ。任務ですもの。はい、思いを上がんなさい。思い？え、いいんです。欲しくありません。いけません、もう上がらなきゃ。軍医殿の許可で私が特別にこしらえたんですから、きっとおいしいと思いますわ。そうですか。いただきます。さ、
前です。おはようございます。グインドラがお見えです。徳良君、どうだい患者は。痛みもだいぶ去りましたようです。熱も37度8分です。今重いを100グラム上がりました。結構グイ殿、お手数かけて申し訳ありません。いい、さあ動かないで。はグイ殿、目の方はどうでしょうか。うん、砲弾破片層だ。砲弾破片層で、もう、ま、前のように、うん、いや、警戒次第だ。鴨本さんの言うことを聞いてよく余剰するんだ。大事に。看護婦さん。え、看護婦さんは徳良さんって言うんですか。ええ、そうだ、昨夜手術の時も軍医殿が徳良君、徳良君と呼んでましたね。あなたの声は僕が内地で知ってた徳良さんという人の声にそっくりなんです。徳良さん、名は何とおっしゃるんですか。教えていただけませんか。彩子。彩子さん。森山さん、私彩子です。ちょ、やっぱり。ええ、戸倉彩子です。お会いしようとは夢にも思いませんでした。あなたが看護婦になっていようとは。私もあなたが出世なすっていようとはちっとも。豊の舞台は確か戦車隊で。ええ、ご苦労様でした。大したお役にも立たないうちにこんな負傷してしまって。そうですか、あなただったんですか。似た声だとは思ってたんです。夕べ一晩中僕を励ましてくれた声、何か僕の錯覚かとばかり思ってたんですけど。お苦しかったでしょう。苦しいのなんか。なまじこんな傷で戦友たちに世話をかけ、生き残ってるのが情けなくって。死んでいった部隊長殿や戦友たちに申し訳ないんです。そんなことありませんわ。お傷さえ治ればまた元太お帰りになれるんですもの。そしてもう一度働きになっていただかなければ。でも目の方が。いいえ、治りますわ。私どんなお世話してもきっと治っていただきますわ。ええ、お願いします。でもたとえこのまま見えなくなっても、僕が最後に見たものは突撃する味方の重戦車軍と、そして日の丸の旗が、日の丸の旗が。森山軍曹の手術できますんですか。ねえかい。ええ、うん、当分何とも言えないね。経過が良ければ手術はできるがね。まあ今通り洗顔してやってみたら。はなるべく頻繁に。痛いますか。いえ、大したことは。そう、私ちっとも知らなかったんですけど、おめでただったんですってね。おめでと
奥様、赤ちゃんおできになったそうです。男だそうです。そうですってね。でもなぜあなたはご存知なんですか。奥様からお手紙いただきましたの。ああ、家内からあなたに。ええ、あなたのことをお知らせしましたのよ。そしてお返事いただいて。そうでしたか。赤ちゃんとても元気だそうですわ。坊主もう三月になりますよ。どんな顔してるかしら。きっと可愛い赤ちゃんですわ。こうしていてもはっきり分かるような気がするんです。ねえ亜子さん、家内の手紙に何かめめしいことでも書いてありませんでしたか。いいえ、そんなご立派な奥様ですもの。すいませんが手紙書いていただけませんか。お手紙ようございますわ。さあどうぞおっしゃってください。今僕は平潭病院で手厚い治療と親切な看護を受けている。その看護婦さんが綾子さんだったとは全く思いがけないことだった。お前もびっくりしただろう。僕の傷については綾子さんから知らしたよし。お前も軍人の妻だ。かねて覚悟はできていたことだろう。たとえこのまま両眼は開かなくとも。森山さん、奥様にはそのことはまだ。でも自分のことは自分でよくわかるんですから、続けてお願いします。僕の心境を家内に正直に知らせてやりたいんですから。このまま両眼は開かなくとも僕の心は穏やかだ。何の動揺もない。過去の麗しかったことは鮮やかに僕の閉じた網膜にいつまでも焼き付いているだろう。勇ましかったこと、激しかったこと、みんな生き生きと眼底に映っている。また将来は新しい心の目が開けてくるような気がする。まだ見ぬ坊やの笑顔も泣き顔も心の目にありありと映ってくるような気がする。今まで知らなかった心眼の世界が開けてくるような気がする。今僕の心は晴れ晴れと明るいのだ。お前とて僕の妻だ、坊やの母親だ。僕の心を心とし、いつも晴れ晴れと明るい母親であってくれ。帰還したんですって。まあご帰還、学校へ電話があったの。まあまたすぐ迎えに行かなくちゃ。じゃあ坊ちゃんも。ええ、お急ぎでね。はい、あのきっとご近所でしょうか。ちょっと迎えに行ってます。急いでね。はい。東京へ入ってきそうよ。じゃあお会いできるわね。ねえ、今夜はお泊まりになれるの。え、明日も。
田舎は若返り行きたいわ。そうね、何からお話していいのか。行きましょう。お姉さん、せっかくお迎え来てくださったんですけど、先にお帰りになっといて。なぜ？私ちょっと森山さんのお留守宅をお呼びしていきたいの。あちらでお会いになったんですってね。本当に急ね。それで奥さんにご用を調べてあげたいの。そうね、そうしてあげて。じゃあ。おばちゃん、ご用があるから後から行くわね。静江でございます。はじめまして。はじめまして。さあどうぞ。哲夫がいろいろとご厄介になりまして。本当に何とお礼申し上げたらよろしいのか。あら、お礼なんて。たびたびお便りいただきましたせいか、初めてお目にかかるような気がいたしませんで。私も、かわいい赤ちゃん森山さんとてもお喜びになってらっしゃいましたわ。写真でも送ろうかと存じましたが。お写真を？はあ、撮って用意はしたんですけれど。早速お送りして差し上げれば。でも奥様、実は私今日そのことでこちらへまっつぐお伺いしたんですの。森山さんのお目、一時はとても危険な絶望的なご経過だったんですけど。それで？軍医殿は万に一つっておっしゃってましたが、それが幸いにも手術が成功いたしまして。まあ、じゃあご安心なすって。お目は元通り治りますわ。元通りに？ええ、私が帰還します時大変ご経過がよろしくて、もうこの分なら大丈夫だって軍医殿おっしゃってらっしゃいました。ありがとうございました。森山さんもまたこの現代復帰できるって大変喜んでらっしゃいます。さようでございましたか。いろいろお世話になりまして、みんな軍医さんやあなた様のご看護のおかげですわ。本当にお嬢様のおかげで。ありがとう存じました。あら、おばさんまでそんなそういうふうにおっしゃられた。私よくおなりになったのは森山さんの精神力ですわ。何でも打ち勝つという強い精神力の。いいえ、あなた様の温かいご看護のおかげですわ。本当にお礼の申し上げもございません。困りますわ奥さん。私こそ奥様にお礼申し上げなければ。あなたが私に？以前奥様からお優しいお情けを受けたままですね。まあ、何でございましょう。奥様が森山さんとご婚約のあった時分、奥様、私の姉を訪ねくださいまして。はあ、私少しも存じませんでしたの。あなたが徳良先生の妹さんでいらっしゃるってこと。実は私あの時、こんなこと申し上げて失礼ですけど、とても悲しい思いでしたの。でも姉からあなたのお気持ちを聞かされて、静江さんって方はなんてお心のお優しい方かしら。それに引っかえ私は自分のことしか考えない情けない女のような気がして、本当に自分が恥ずかしくなってしまいました。自分の心の狭さに気がつくことができたのはあなたのお優しいお心の感化です。小さな自我の一生で終わったかもしれない私を広い明るい生き方に導いてくださったのはあなたですわ。私こそあなたにはお礼申し上げなければなりません立場ですわ。まあ、そうおっしゃられると私どうしたらよろしいのか。奥様、私今嬉しいんですの。少しでも森山さんのお世話ができて奥様に喜んでいただけて、以前奥様から受けたお情けに多少でも報いることができたような気がして、初めて心が軽くなったような気がしますわ。彩子様、どうぞ、もうおっしゃらないでくださいまし。私こそ。いいえ、奥様、
私こそ。じゃあ、この秋は評判良かったのね。ええ、大変な評判。でも美味しくて、いいもの食っていただいてよかったわ。それに塩田出身の兵隊さんにも差し上げたのよ。そうしたら美味しい美味しいって涙こぼして喜んでるの。ふるさとの味がよっぽど懐かしかったのね。大将さん、大臣にいただけますか。どこへ。福田さんへ。いいでしょ、お迎えに出てもらいましょうよ。もう早くじゃないかしら。大丈夫よ。お兄さん、私お父さんに負けないつもりで一生懸命働いてきました。森山さんのご負傷も心残りないまでに看護してきました。森山さんも傷が治って現在へ帰ったら、もう一度お兄さんの分まで働くとおっしゃっていらっしゃいます。どうぞお兄さん、森山さんのご分をお守りしてあげてください。